ジョン・スミスの恋は2007年5月26日に BBC1 で初めて放送されたイギリスの SF ドラマドクター・フー第三シリーズ第8話ポール・コーネルが1995年に執筆した小説ヒューマン・ネイチャーを彼がドラマのエピソード化した二部作の前編で後編ファミリーと永遠の命は6月2日に放送されたファミリーと永遠の命とともに 本作は2008年に9号賞映像部門短編部門にノミネートされた。本作では異星人のタイムトラベラーである10代目ドクターが彼を追う異星人ファミリーから逃れ、1913年のイングランドに隠れる。彼は自身を人間に変換し、ジョン・スミスと呼ばれる教員としての偽の人格を事故に植え付け、ファミリーの命が尽きるまで探知から逃れようとする。 なお、放題、ジョン・スミスの恋は2012年2月11日に、ララ TV で放送された、際のものであり、Hulu では、Human Nature という別放題で配信されている。小説、Human Nature は、バージンパブリッシングで、ポール・コーネルが執筆した、ドクター・フーの5作目の小説で、バージン・ニュー・アドベンチャーの38作目である。プロットは、 彼と同僚のニューアドベンチャーの小説家、ケイト・オーマンに構想され、1995年に出版された。数年後、リバイバルされたドクター・フーのテレビシリーズにはニューアドベンチャーズで作品を発表した者も,も携わった。コーネルはテレビシリーズ用に執筆する二つ目のストーリーに自身の小説を使った。脚本への賞賛の大半はコーネルに向けられたが、 エピソードの大部分は、実際には、エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスが、書き直していたジョン・スミスのノートは、アーティストのケリー・アン・ウォーカーが制作し、脚本家ポール・コーネルの提供したテキストが書き込まれた。エピソードの大部分は、カーディフの屋外ミュージアムであるセント・ファガンズ、国立歴史ミュージアム、サウスウェールズのランゴースコの近くに位置するフェリンガム。 コーノビトリアンゴシック式マンションのトレバーファイドで撮影された。その他の内装はカーディフのランダーフ大聖堂で撮影された。劇中で大半が早送りにされたドクターの23の指示は発売された BBC の DVD で削除シーンとして通常速度で収録されている。本編では存在しない要求の代わりにデイビッド・テナントが第4の壁を破って ハウス・マーティンズへの愛を語る23番目の指示のために登場人物に戻る前に無駄に時間を引き延ばすなどが見られる。また、削除シーンと小説の両方でスミスに西洋な死を食べさせないようにとの指示がある。全員が画面で確認されたわけではないが歴代ドクター10人が描かれており初代4代目5代目6代目7代目8代目ドクターが 明瞭に確認できる。これは、新シリーズでは初めてとなる、クラシックシリーズのドクターの顔が描写であった。本作から登場した時計も描かれている。梨を食べさせるなという指示は、後に2017年クリスマススペシャル、戦場と二人のドクターで12代目ドクターが13代目ドクターへ、告げる忠告として、再登場した。ファミリーと永遠の命と共に、 ジョン・スミスの恋は2008年、9号賞映像部門短編部門にノミネートされた。10代目ドクター役、デイビッド・テナントは、この2部作で2007年コンステレーション、アワード最高男性パフォーマンス賞を受賞した。本作は、ザ・ステージの批評家マークライトからも、高評価を受けており、これまで目にした、どの、ドクター風のストーリーとも違う、質の悪いところがないとコメントされた。 ライトは、フリーマージェマンとテナントの演技を選び抜いて絶賛し、本作を英国アカデミー賞の価値があるドラマと表現した。イグンのトラビス・フィケットは、ジョン・スミスの恋を10点満点中9.1点と評価し、シリーズを見た中で、最高の脚本の手腕だとした。彼は特に不調、ジョーン・レッド・ファーン役を演じた、ジェシカ・ハインズと、生徒ティムラ・ティマー役を演じたトーマス・ブロディ・サングスターの、 演技を褒め、またエピソードの計画的なテンポも称賛した。ただし彼は、ハリー・ロイドが演じたジェレミー・ベインズは、身の毛のよだつものがあったとした一方、カかしについては、年配の視聴者にとっては少しはげたように見えるかもしれないと感じた。2009年のドクトル・フー・マガジンの読者人気投票で、ジョン・スミスの恋と、ファミリーと永遠の命は、全期間の ドクターフーのストーリーで16位にランクインした。2014年にドクトル風マガジンの読者を対象に行われた調査では、両作は9位に位置づけられた。イグンのマット・ウェールズは、この2部作が、テナントがドクター役で在任した間の最高のエピソードで、あるとし、驚くほどの出来栄えと表現して、テナントの演技を称賛した。2008年にデイリー・テレグラフは、両作を、 ドクター風の歴史の中で7番目に良いエピソードであるとした。ありがとうございます。